はい、こんにちは、カズマ博物館です。ということで今日はスターウォーズ好きの友達でいいかな、もうこれね、これをレビューします。ただ僕はこれ見てないんで全くわかんないんで、ガチのオタクに見たことある人にお話を伺いたいと思います。ダークセイバーです。え、喋ってもうオタク全開でいいからまずいや、オタクじゃねえしオタクじゃねえしって俺も言うけど、オタクなんだよね。ね、あんな一回しか見てないし。マンダロリアンでしょ。マンダロリアン、マンダロリアン俺見てないからさ、わかんないのよ。あの、アニメで出たからね。開けるね。アニメでもね、ダークセイバーね。うわ、初めて開けた。どうこれ、すごいね、初めて。え、ほんとに、うわ、おお重たい。え、反逆者たちも、ね、こんな黒いの。そうそう、反逆者たちもね、こんななの。そう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 。いいよ、はい、持って。選ばれし者しか持てないやつね。すごいじゃん。どういうこと。マンダロリアンの、うわ、ちゃんと決闘して。あ、言ってたね。決闘して闘神こっちにあった。勝ち残った人じゃないと持てないやつね。うわー、すごい。ライトセーバーとはちょっと違うね。本当にこんなセーバーなの。そうそうそう、そう、劇中通り同じ同じ。多分シルバーに光るね、シルバーにね。あ、そう、入れるわ。ベンチ入ってるのかね。ベンチ、あ、あ、入ってる、入ってますここかな。おお、ちょっと消して。こんな音。そうそうそう、すごいね。はい。いいよ、いいよ、いいよ。俺はだってわかんねえもん。あ、切ったっしょ。ボタン押しちゃったから。はい、どうなの？すごいね。あ、綺麗だね。うん、めっちゃ綺麗じゃん。あれ？それ見た方がいいよ。これ何？パンパンみたいな音なんねえの？開けば。チャンバラごっこのやつやね。あ、鳴ったね、今、うん、こんな時間差で鳴るんだ、なんか。ライトセーバーじゃないからね。あ、そうなの、うん、ここなんかさ、2段階しか光ってないけど、なんかあんのかな。4つあるんだけど。あー、ちょっとわかんない。オタクじゃないって言ってるじゃない。いや、でも俺もわかんないからさ、全く知らないから。なんか見た方がいいね見た方がいいですよ。マンダロリアン傑作ですからねみんな言うもんだって、傑作。マンダロリアン一番いいって。一番面白い。え、すごい音鳴るね、これ。うん、この剣を、うん、この剣の持ち主を争う戦いがあったりするんだよね。え、抜けない。どうやって抜くんだろう。あ、こうだ。ああ、ここのところを押して抜くんだ。すごいね。これどうやって飾るんだろう。違うな。どうやって飾るんだろう、これ。どうでしょうね。ねえ、わかんねえな。あ、わかった、これだ。こうだ。で、実際でもマンダロリアンでさ、これ見てさ、うん、興奮する。これが出てきたときに、うん、そうだね。けどね、その反逆者たちっていうアニメにつながってるところが、うん、まず一番のね、興奮するところだよねこれプラスチックなんだね、ここ。だからなんか、ね、他のエピソードとつながるっていうところがやっぱりね、うん、マニア受けするよね。ダークセイバーブレード、うん、読めねえな、これ。まあでも俺一人じゃこれちょっと開けてもあんま興奮しなかったけど、分かってる人が見てすごいと分かるならすごいんでしょう。いいんじゃないですか他にもね、分かんないのいっぱいあるんだよね、正直。知らないで買ってるから、うん、ちゃんと見た方がいいね、やっぱりね。ね、うん、本当に。はい、ということで今日はこれディズニーのアメリカのやつ。はい、アメリカのディズニーの、こっちに書いてあるね、ほら、ディズニー。何？
あれを買ってほしいな。何？ベビーヨーダ買ってほしいな。え、ライトセーバー持ってんの？ベビーヨーダっていうキャラクターのフィギュアを買ってほしいな、うん、知ってるよ。でも俺はあいつあんま好きじゃねえんだよ、うん、次はね。だからマンダロリア見てください あそうか、そこで出てくるのか。そうですよ、見てください。はい、わかりました。可愛くてしょうがない、あの子供と一緒ですあれと一緒ってやばいだろ。相当じゃん。いや、もう本当に可愛い。あれ相当可愛いじゃん。すっごい可愛い。はい、ダークセーバーでした。ダークセーバーでした。